青流は中国の伝説上の神獣、詩人の一つ。東方青流、総領とも言う。天音の四霊とは、総領、朱雀、玄武、百虎のこと。現代日本語では、青は英語で言うブルーを意味することが多いが、青の原理は、青山、青林のように緑色植物の色であり、本来は緑色を指しているとされる。東方を守護する。 長い舌を出した竜の形とされる。青は五行節では、東方の色とされる。また、清流の季節は春とされている。天文学上は28宿の東方七宿に対応する。東方七宿をつなげて、竜の姿に見立てたことに由来する。道教における人格進化した名前では、神君、もう明と呼ばれ、竜族の始祖とされた。 清滝権源の前女竜王は中国、清流寺に飛来したという、秩父神社のつなぎの竜が清流である。俳句において、春の季語である、聖帝、青帝、東帝と同義であり、春の象徴である。ただし、炎帝、白帝、門、原帝と違い、聖帝はあまり使われない季語であるため、小型の歳時期や清瀬から削除されている場合が多い。なお、 春のことを青春とも言う。青竜山を産豪とする寺院は以下の通り、ありがとうございます。